申し込む。女子フィギュアの新星坂本花織天下を見合った強さの秘訣。いよいよ開幕した平昌五輪、そんな中注目されているのが坂本花織選手17だ。昨年末の全日本選手権で準優勝し、1月の四大陸選手権では初優勝、勢いそのままに五輪へ挑んでいる。そんな女子フィギュア界の新星の原点を追ったダッシュダッシュ。兵庫県神戸市で3人姉妹の末っ子として生まれた坂本。父は警察に勤め、母は専業主婦。年の離れた姉2人はすでに社会人だという。坂本が通っている美容室で働く A さんは言う。いつも周囲を笑わせてくれる明るい子。私がカットをしているとき、いつも鏡越しに変化をするんです笑い。お母さんにはそんな顔ばっかりしてと怒られていますね。でも海外の試合ではそれが生きているみたいです。というのも言葉が通じなくても彼女は変化をで笑いを取れる。そうすることで海外の選手とすぐ友達になれるそうです。そんな天真爛漫な坂本、その個性を伸ばしてくれたのは家族だった。フィギュアスケートはお金がかかります。その資金を家族一丸となり捻出していました。お父さんはもちろんのお姉ちゃん2人も働いて香織ちゃんを支えていました。お母さんは専業主婦ですが、いつも香織ちゃんについて支えていました。近所の住民、実際 A さんは母の苦労をこう振り返る。香織ちゃんは本格的にフィギュアを始めた当初、大阪まで早朝練習に通っていました。その後で神戸へ戻って学校に行き、放課後は再び大阪で練習。お母さんは毎日送り迎えに奔走していました。思えばあの頃のお母さんはいつも目を充血させていました。ほとんど睡眠も取れないほど大変だったのだと思います。中学までは試合に付き添っていた母だが、坂本が高校生になると自立を促すように。中学卒業直前、お母さんから、あの子が高校生になったら一人で試合に行かせたい、でもそうなるとメイクも自分でできないとダメだから、あの子にやり方を教えてくれませんかと頼まれたんです。レクチャーしている時も、お姉ちゃんが後で見返すことができるようにと言ってビデオ撮影をしていました。そんな時でもあの子は変化を押して、お姉ちゃんにこらやめなさいと怒られていましたね笑い。 A さんは最後に期待を込めてこう語る。彼女がどこでも変化を乱れるのは、見方を変えると物怖じしない性格だということ。大きな試合でも緊張したりナーバスになったりすることがない。いつも平常心でいられるんです。だから香織ちゃんならきっと五輪のような大舞台でも普段の試合と同じように見事な演技を見せてくれるはずですよ。